や、悪いなじゃねえわ。そもそも俺悪くねえからな。まあいいや、とにかく早く帰って。やん、あ、ちょっとそこのハゲって何キョロキョロしてんのよ。ハゲなんてあなたしかいないでしょ。え、俺？そうよ、あなた今私のこの地獄の吹雪のスカートまくったでしょ。いや、そんなことしてねえよ。嘘おっしゃい。お前たちも見てたわよね。はい、吹雪様、しかとこの目で確かにこいつが吹雪様のスカートを。は？そういうわけよ、転校生の、いえ痴漢の埼玉くん、迷惑防止条例って知ってる？お前、先生にチクられたくなかったら我が吹雪組の使いっ走りになりなさい。なるほどね、そうやって痛いけな転校生をこき使おうってわけか。嫌と言うなら力ずくでも。ちょっと何の騒ぎ。大変です、吹雪様、あちらからすごい勢いで怪人が。お前たち探したぞ埼玉。なんだ、またお前か。昨日はこの OB 風、思わぬ不覚を取ったが、お前の拳が吹っ飛ばしたのは、俺が自分を大きく見せるためにまとっていた虚栄心という名の偽りの肉体。あ、やっぱ着ぐるみだったんだあれ。うるさい。もう何なのよあなた、風を操るとか若干私とキャラ被ってんなよ。ああ、死なない程度に殺してあげるわ。くらえ、地獄へ。邪魔だ女子め。すさまじい突風、私の地獄嵐が押されている。最近の厨房は男子も女子も先輩への口の利き方がなっていないようだ。いいだろう後輩女子よ、まずは貴様の命から吹き消してやるぜ。このままじゃ制服がバラバラにされちゃう。とどめだ。何？やめろ怪人、こいつは関係ねえだろ。埼玉、どうして私の盾に。どうして。私はあなたをはめてパシリにしようとしたのよ。なのにどうして。そんなの決まってる、そっちの方がヒーローっぽいだろ。け、何がヒーローだ、中学生みたいなこと言いやがった。だって中学生だから。今度こそそのアホ面に食らわせてやる。必殺中の必殺奥義、テカテカ黒光は張り切りすぎたあの日の涙の結晶。それはダイヤモンドように固く美しく、くらえ、つけすぎたハードワークサーター。やっぱちゃんと筋トレしとけばよかった。あ、やべ、すごい、ガラス台とか弁償させられたらシャレになんねえからな。先生来ないうちに逃げよっと。あ、待ってよ。あ、言っとくけどパシリなんかやらねえからな。もうそんなんじゃないわよ。じゃあなんだよ。そのなんだよ、早くしろよ。もしあれだったら吹雪組の幹部にしてあげてもいいわよ。は？やだよ。じゃあな。待ちなさいよ。なんだよ。越してきたばっかで道わかんないでしょ。しょうがない、しばらくは放課後一緒に帰ってあげてもいいわよ。別にいいよ、俺誰よりも早く帰るから。私だって早く帰るわよ。いやいや、俺なんか